カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカブすき焼きチャンネルです。今回はこちら2日のオープン戦の模様を振り返りたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、ということで2日の楽天戦ですが、1対3でカープ敗れたということで、倉敷で3連戦ね、オープン戦があるんですけど、初戦勝ちましたが2戦目は落とすというゲームになりました。まあこの時期はね、どちらかというと勝敗よりね、内容の方が大事だとは思うんですけど、まあ内容もね、ちょっと打撃陣に関してはパッとしなかったかなっていうようなね、のが正直なね感想ですので、まあそこら辺もねじっくり見ていきたいなと思います。でこの試合のスタメンこのようになっていました。1番ですね、オープン戦から1軍に合流している宇草選手が入っているというスタメンになっています。でサードレイノルズ選手、ファーストシャイナー選手というスタメンで、さらにショートには韮澤選手が起用されるというラインナップでした。で得点ですが、7回の表の堂林選手のレフトへのタイムリーツーベースのみというゲームに終わっています。では野手陣のポジティブ要素からまとめていきたいと思います。まずこの試合は堂林選手に注目しました。2打数1安打1打点ということで、ターリー投手の浮いたチェンジアップを引っ張ってタイムリーツーベースということで、この試合唯一の得点になりました。途中出場からして1打席目だったんですけど、しっかりね甘く入ってきたような変化球を逃さずに打てたっていうのはね、良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっと堂林選手もね、対外試合あまりねここまで結果を残せていなかったんですけど、まあ、久しぶりに1本出たというのは良かったんじゃないかなと思います。まあ、やっぱ期待されるのはね、今年もまあチャンスで1本打ってくれたり、長打ですね、やっぱり長打力っていうのがねカープ今全体的にないので、その中で一発も打てる堂林選手の期待値っていうのはね大きくなってますので、まあこういうねタイムリーツーベースのような長打というのに今シーズンも期待したいなと思うので、まあ現状ファーストねシャイナー選手が使われているんですけど、まあ外野もね堂林選手守れますし、ファースト守備もね うまいので、まあどういった起用になるかは分からないんですけど、出た試合ではねそういう風に結果を残すというのをね頑張ってほしいなと思います。続いてレイノルズ選手ですが、2打数1安打でした。外に逃げる変化球を逆方向へ持っていくということで、初回ですね、ワンアウトランナーなしで外に逃げるカットボール、これをねライト方向へヒットにしたということで、まあ、バットのね先っぽかったんですけど、まあ、しっかりと空振りせずにそういうボールにも対応できたっていうのはね一つ良かった点かなと思います。まあ、レイノルズ選手に関してはね、対外試合でもねヒットはね、まあポツポツ出始めるかなというふうに期待していますので、まあ、怪我もあってねちょっと調整がね若干遅れてるかもしれないんですけど、レイノルズ選手の場合は、まあ、キャンプ始まってからねなんかいろいろ試してるなと感じてましたので、まあ、ここから実戦モードになっていくということで結果が出てくるんじゃないかなと思っています。でサードのね守備なんですけど、まあ一つねちょっと簡単なゴロをねエラーしてしまったんですけど、まあその後ねビギもあったということで、まあ、ボテボテのサードゴロをね華麗にさばいてアウトにしたというプレーもあったので、まあ、そういうのはね期待できるなというふうに思います。続いては田村選手です。2打数1安打ということで、まあ、このヒットの場面なんですけど、インコースに食い込んでくるようなカットボールをですね鋭く引っ張って8打席ぶりの安打になったということで、まあ、若干ね、対外試合になってヒット出ていなかったんですけど、まあ、いい当たりのヒットが生まれたということになっています。1打席目なんかもね捉えた打球のセカンドゴールだったので、まあ、バッティングの状態っていうのはねいいのかなと思います。で、まあ、このヒットのシーンなんですけど、ワンボールツーストライク3球で追い込まれたんですけど、その後2球ファウルで逃げてからのヒットということで、まあ、内容ね良かったかなと思います。まあ、その1個前のインコースのまっすぐなんかは非常にね際どい難しいボールだったと思うんですけど、まあ、しっかりとそれをねカットしてファウルできたっていうのが良かったのかなと思います。まあ、去年当たったデッドボールなんかもねインコースのボールだったんですけど、まあ、しっかりとそこね怖がらずに踏み込んで振りに行けているというのはねいいことかなと思いますので、まあ、やっぱ田村選手、まあ、今年はね出てくるなというふうに思わせてくれるような対応だったかなと思ってます。で最後ね、宇草選手です。4打数1安打ということで、1軍合流後初めてね試合に出た一番器用だったんですけど、まあ、なんとかねヒット1本ということで、まあ、9回ね
打てたのが、まあ良かったかなと思います。まあ、ただ当たりとしてはね、まあ、ピッチャー強襲とは言ってもね、そんなにいい当たりではなかったので、まあ、次はね、鋭い当たりが見たいなというふうに思いますね。やっぱ引っ張り方向にね、鋭い打球を2軍でも打って1軍に上がってきたということだと思うので、まあ、そういう2軍で見せてくれていたようなね、いいバッティングっていうのをね、次の機会では見せてくれたらいいのかなと思います。積極性なんかはね、非常にね、いいのかなと思ったので、この試合もしっかりとファーストストライクから触れていっていたので、まあ、そこがね、いい打球になってくればいいのかなと思います。はい、ではその他のね、気になるポイントなんですけど、シャイナー選手は2打席凡退も内容悪くないということで、まあ、2日連続やないかということでね、まあ、本当に助っ人に関してはかなりポジティブ要素満載でね、ポジティブな目線で言っているんですけど、まあ、1打席目のね、サードゴロなんかも結構いい打球だったんですけど、まあ、野手の正面ついてしまったというようなね、当たりでした。まあ、2打席目はね、まあ、ボテボテっていうか、まあ、当たり良くなかったんですけど、1打席目の当たりなんか見ると、まあ、状態はね、まあ、言うほど悪くないのかなと思うので、もう次こそはね、出てくると思います。対外試合ここまでね、なかなかヒット出ていないんですけど、まあそろそろ出ると信じていますので、まあ明日の試合こそ1本出ると信じましょう。で、あの選手途中出場からね、起用されたんですけど、この試合はセンターでも起用されたということで、まあ今年も外野での起用っていうのがね、あるのかなということを思わせるような起用法でした。まあダイソーから出てセンターについたんですけど、まあダイソーではね、ちょっと牽制で釣り出されたんですけど、まああれもね、練習でのギャンブルスタートだったと思うので、まああいうギャンブルスタートして3投もね、去年結構決めてましたので、ああいうのもまあ今のうちかなというふうに思いますし、まあセンター守備ね、守備機会がなかったので、まあ、そんな見れなかったんですけど、まあ、センターであればね、矢野選手の肩もね、ありますし、足の速さっていったところも使えるのかなというふうに思いますので、まあ、ここもね、出場機会増やすためにね、今後もやっていくかなと思われます。で、心配なのが石原選手ですね。バッティングがね、心配ということで、まあ、今日も2三振でした。で、ここね、10打数調べると7三振ということで、まあ、キャンプ序盤はね、状態良かったんですけど、ここに来てね、状態が落ちてるなと思います。まあ、内容を見てもですね、まっすぐにね、なかなか手が出なかったり差し込まれたりということで、で、バットも当たらないと。いう状態ですので、ちょっとかなりね、まあ深刻な状況になっているのかなというふうに思います。この前出たヒットなんかもね、まあ、そんないい当たりというわけではなかったので、あのキャンプのね、最初頃の状態までまたここからね、上げていかないと開幕1軍っていうのもね、怪しくなるのかなと思います。で、ショートで起用された韮澤選手ですけど、守備ね、やっぱりうまいなというふうにね、思いました。まあ、ただやっぱうまいんですけど、まあ、惜しいプレーがね、アウトにできなかったということで、まあ、もちろん難しい打球ね、逆シングルとかで、取ってそれがね、内野安打になるというので、まあ、取るだけでもね、ナイスプレーなんですけど、ああいうのをね、また一つアウトにできるようになれば、守備力っていうのも認められてね、ショートで、使われるっていうことも増えるのかなというふうに思いますので、まあ、悪くはないんですけど、またね、もう一歩一段階上っていうのをね、まあ、目指してほしいなというふうに思います。まあ、バッティングの方でもね、ファーストライナーとかはいい打球だったので、まあ、そこは良かったのかなと思いますが、まあ、ちょっとバッティングもね、打率見ると結構オープン戦ではね、あまり結果出ていませんので、そこでもまたそろそろね、一本欲しいかなという状態です。で、最後、林選手ですね。林選手も、まあ、ライトにね、いい感じの、いい角度でね、打球は上がってはいるんですけど、まあ、あと一伸び足りないということで、まあ、ここ10打数連続無安打になってしまいました。で、まあ、オープン戦もね、0割8分3厘という打率になってるので、もう林選手も、この対外試合始まる前までね、非常にいいものを見せてくれていましたので、もう一回ね、対外試合でも同じような結果、バッティング成績っていうのをね、残してもらって、開幕1軍つかめるようにね、粘ってほしいなということです。続いて先発の栗投手です。4回を投げて60球打たれたヒットは1本、三振5つ、四死球2つという内容でした。栗投手もこの試合が今シーズン初の対外試合でしたが、4イニングを投げて無失点というね、上々の仕上がりだったかなと思います。で、内容を見ると、まあ、丁寧にね、コースを狙って投げてるなというふうにね、感じました。まあ、コントロールミスがね、ないように甘く入らないように、コース狙って投げるというピッチングだったのかなと思います。
まあ、ただそんな中でもね、ちょっとコース狙いすぎてフォアボールとなる場面もね、2回ほどあったので、まあ、3ボールとかになったら大胆にね、もうちょっと投げてもいいのかなというふうには思ったんですけど、まあ、まだオープン戦段階ですし、まあ、際どいところはね、つけていたので、まあ、そういう練習という意味合いでもね、まあ、開幕投手ですし、そういうのもあるのかなと思いました。で、チェンジアップね、変化球で見ますと、空振り率が 28% ということで、非常にいい落ちをね、していました。いいボールだったかなと思います。で、どうやらですね、新球のスプリットチェンジも試したというようなので、まあ、このチェンジアップの中に、そういう風にね、普通のチェンジアップとはちょっと違ってね、鋭く早く落ちるという球もあったのかなと思います。で、あとはね、ツーシームなんかも良かったんですけど、まあ、そういう落ちるボールの他にですね、横にね、動くボール、ここら辺もね、仕上げていければいいのかなと思います。まあ、カットボールとね、スライダーを投げてまして、まあ、カットボールもね、いい感じで打たせることできていたんですけど、まあ、スライダーね、1本ちょっと甘く入ってヒットにされたというシーンがあったので、そこら辺もね、これから仕上げていってくれるかなと思います。で、クリ投手のコメントとしては、狙っているところより外れてしまう球が目立ったので、修正していかないといけないということでですね。まあ、ここら辺もね、まだ対外試合1試合目ですので、まあ、あと1ヶ月近くで状態どんどん上げていってくれると思いますし、まっすぐのね、平均球速なんかも、まあ、ここからね、3、4キロは上がるかなというふうには思ってますので、まあ、今の時期にしては、昨日のね、森下投手に続いて、いいピッチング、いい内容を見せてくれたのかなと思いますので、まあ、初の開幕投手ということでね、高ぶってると思いますので期待しましょう。続いて3番手の増田投手です。2回と3分の1イニングを投げて42球打たれたヒット6本失点3という内容になりました。増田投手ですが、ここまで対外試合2試合に登板してまして、2試合ともヒットなし無失点というね、いいピッチングだったんですけど、3試合目にして打ち込まれてしまいました。この試合もですね、まあ、っすぐ中心に行ってまして、2イニング目までは球威のある直球、これでね、打たせて抑えていましたが、まあ、3イニング目、これバッターが2巡目に入ったんですけど、まあ、そこでまっすぐが甘く入ったりしてしっかりと捉えられたということになっています。で、変化球についてはですね、まあ、フォークが低めに決まらなかったということで、まあ、空振り奪ったりこれで見逃し三振取るっていうシーンもあったんですけど、やっぱ狙いとしてはしっかりと低めにね、落として三振奪うとか空振り奪うというのがあったと思うんですけど、それがね、できていなかったということで、そこで決めきれずに最後直球また投げて打たれるっていうね、シーンなんかもあったので、まあ、ここはまだ一つね、課題になるかなと思います。で、スライダーに関してはね、まあ、5球しか投げてはいないんですけど、まあ、ここはやっぱりいいボールだったかなと思いますね。しっかりとカウント球としても使えていましたし、外に逃げる球で空振り取るっていうシーンもあったので、まあ、ここは良かったのかなと思います。で、やっぱり細かい選球ですね、コントロールが課題ということで、3イニング目ね、打たれたところもまっすぐがね、真ん中に入ったり集まったりして打たれたっていうのもありますので、まあ、そこが課題ですし、まあ、さっきも言ったね、フォークが狙い通りに決まらないということで、バッターからしたら、そんなにストレート以外マークせずにいけるということになってしまったのかなと思いますので、まあ、そこら辺が課題かなと思います。で、まあ、ショートイニングならということで、まあ、先発向きにね、力を抜いてこういう風に投げていると思うんですけど、まあ、そんな中でも1イニング目2イニング目しっかり投げれていますので、まあ、ショートイニング全力で投げるっていうことになればね、去年みたいにまた十分抑えてくれるのかなというふうにね、思ったので、まあ、現状はリリーフ向きかなとは思うんですけど、まあ、やっぱり将来的にはね、先発っていうのも視野に入れて頑張ってほしいという思いもあると思うので、まあ、まだ先発として今年は挑戦していくかなというふうになるかとは思うんですけど、もしかしたらベンチのね、事情とかによれば、まあ、ここから次の登板からリリーフ調整ということにもなるかもしれないので、まあ、今後にはね、どういう起用になるかも含めて注目していきたいと思います。続いて中継ぎまとめです。今日は2投手登板しています。まず2番手の滝田投手ですが、1イニングを投げて打たれたヒットは1本、奪った三振1つ、失点0という内容でした。まずね、滝田投手なんですけど、マウンド上がった直後に雪で中断ということで、まあ、これはハプニングでしたね。で、肩作ってる時に中断で1回ベンチ引き上げて、でまたマウンド上がるっていうね、難しい登板だったと思うんですけど、しっかりと無失点っていうのはね、良かったと思います。で、まあ
先頭バッターにねヒットを浴びてピンチね、その後バントで作られたんですけど、まあ、その後球威抜群の直球で抑えたということで、まあ、この直球でねしっかりと空振り取れたり差し込めるっていうのがやっぱりいいなというふうに思います。で、変化球に関してもチェンジアップで、まあ、見逃し三振奪ったりね、できていたので、まあ、これまでの全く決まらないっていう状態からはね脱しているので、そこら辺もね改善されつつあるのかなというふうに思います。で、まあ、リリーフなら開幕1軍もあるかということで、ハーン投手がですね、2軍に行きまして、まあ、多分もう開幕はね絶望だと思いますので、左のリリーフというのがね、まあ、1人でも多く欲しいという状況ですし、まっすぐがね今十分通用するっていうのが分かったかなと思いますので、まあ、あと変化球がね もうちょっとねクオリティ上がらないと厳しくなるかとは思うので、まあ、そこら辺が改善されれば開幕1軍っていうのもね見えてくる内容だったかなと思います。で、4番手森浦投手なんですけど、3分の2イニング投げて無失点でした。増田投手がですね、ワンアウト満塁のピンチ作って、まあ、緊急登板かわかんないですけども登板しまして、まあ、結局はね無失点に抑えたということで、火消しは成功ということになります。で、まあ、結果無失点でね良かったんですけど、ただちょっと内容を見るとね、まあ、あまり良くなかったかというところで、コントロールに、ね、不安が残る内容で、まあ、打者2人と対戦したんですけど、いずれもねボール先行の投球になってしまいましたし、まあ、打球なんかもいい当たり打たれていましたので、まあちょっと助かったなっていうのがね正直な感想です。で、登板ごとのねばらつきを少なくしたいということで、まあいい時はね本当にコントロールもね良くて、投げてくれるんですけど、ちょっと悪い時ねこの試合のようにかなり荒れてしまうということになってしまうので、まあいい時のようなピッチングがね安定して出せるようにね、これからちょっと調整してくれたらいいのかなというふうに感じる内容でした。はい、ではまとめになりますが、この試合ね打線がまあ5安打1得点と元気がなかったかなというふうに思います。まあ、相手のね先発の庄司投手もすごく良かったっぽいので、まあ仕方ないのかなというふうには思うので、まあ、ここからねまた切り替えて上げていってほしいかなということです。で、先発した栗投手なんですけど、まあ、森下投手に続いてね好投してくれて安定感のある内容でしたので、まあやっぱりねここら辺徳田投手含めた3本柱っていうのはね今年も健在というふうに思って良いかというふうに思いました。で、ルーキーの滝田投手もですね期待を持たせてくれるようなね内容のピッチングでしたので、まあ本当にサワンリリーフということで開幕1軍というのも十分見えてくる内容になったかと思うので、まあこれがね継続できるかということになるかなというところです。で、最後ね石原選手の不調で2番手捕手3番手捕手争いはどうなるかということで、まあここまではですね石原選手ずっと1軍キャンプにいまして、まあこのままいけばね開幕1軍入りもねあるかと思っていたんですけど、ちょっとバッティングがねかなり落ちてきているということで、まあ、2番手捕手だったり3番手捕手前澤選手や、ね、磯村選手もいますので、まあ、そこがどうなるかというところにもね注目していきたいなと思います。で、明日最後ね倉敷での3連戦最終戦なんですけど、先発がおそらくハッチ投手ということですので、まあ、オープン戦前回はね、失点してしまったんですけど、まあ、2回目の対外試合ということにもなりますので、まあ、どういうピッチングしてくれるのかということに期待して見ていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。開幕投手の栗投手が素晴らしいピッチングを見せてくれまして、開幕戦への期待値も高まりました。打者陣もここからもっともっと上げていってほしいと思いますので、注目していきましょう。このチャンネルの登録がまだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。